岩下清近岩下清近昭和三年三月十九日は実業家、企業家、政治家。三井財閥を経て北浜銀行を起業後は当時のベンチャー企業への積極的な融資を行い、自身も融資先の経営に積極的に携わった。関西大手私鉄である阪急電鉄及び近畿日本鉄道の事実上の創設者であり、豊田式職器や森永製菓。 大場や仕組みなど現代日本を代表する企業の早々に活躍した。息子はカトリック司祭で哲学者の岩下総一、清近本人も立教学院に学び、聖公会に所属したクリスチャンであった。品の国松大城課大館長に、松代藩士の岩下左源太の次男に生まれるが、ほどなくジップが死去したため、3歳で、叔父の岩下明五郎の養子となる。 松代藩平成士官学校を卒業すると上京し、1874年、築地立教学校へ入学し英語を学んだ。1878年、商法講習所卒業。同所教諭となり、矢野次郎所長門下の秀才と謳われた後三井家に入った。1878年、三井物産入社、同社パリ支店長等を経て、1888年、退社。 1889年、三井物産創立者である、マスガタカと品川伝統を設立、同社社長就任。1891年、三井銀行本店副支配人。1896年、同大阪支店長時代には、大阪、関西財界での強力な人脈網を、中見川彦次郎に批判され、衝突。1893年、王子製紙取締役。 1897年、三井銀行を退社し、北浜銀行を設立。同行常務を経て、1903年から遠取。日銀幹部ストライキ事件では、中見川が支援した山本達夫総裁らに反発し、鶴原貞吉、上村俊平、藤尾六郎らの免職された、東大出身者らを積極的に住友など、関西財界に紹介した。 1906年大阪ガス監査役。1907年阪神電気鉄道取締役。1908年には政界に進出し衆議院、議員当選。同年美濃有馬電気機動初代社長。西成鉄道社長、電気信託会長等も務めた。大気では、生駒トンネル建設案を出し、実現させている。他にも大林組の設立、南満州鉄道副総裁。 豊田佐吉の豊田式自動食器の支援等にも関わる。1910年栄光水道電気設立、同社社長、森永商店相談役、武蔵電気鉄道取締役、木野川水力電気取締役。1911年、帝国商業銀行取締役。1912年東京横浜電鉄取締役。1913年大阪電機起動。 第2代社長。1914年、大林仕組や大器などの営業不振による債務焦げ付きで北浜銀行が破綻し逮捕された。同年経営破綻した鈴木藤三郎の鈴木農場を藤農園と解消してお茶工場の設立などを行って経営再建に当たった。1915年廃任財等で起訴される。1920年には 富士農園労働者のために、御城社小学校を設立し、初代理事長に、長男、岩下総一新父を据えた。1924年には、懲役3年の判決が言い渡され収監されたが、10ヶ月後に、恩赦で出国し、晩年は、富士山陸で、富士農園の運営に従事した。ありがとうございます。